私たちは原子力を科学の勝利と今まで思い込まされていませんでしたでしょうか。それは全くプロパガンダのための私たちを取り込むための言葉です。その証拠に原発がどんなものかといえば、皆さんもよくご存知のように、あの手塚治虫のウランちゃんでおなじみのウランの採掘により、そのウランを元にしてウランに中性子をぶつけて核分裂を起こさせる、そのことによって初めてそのエネルギーを非常に複雑なシステムによって取り出すことができるようになった。それでできたのが原発です。しかしそこには副産物として必ずエネルギーとともに、かの長崎を一瞬にして焼き尽くしたプルトニウム爆弾の材料が生み出されてしまいます。このプルトニウムというものは自然界には全くなかった、人間が作り出してしまった超猛毒物質です。どのぐらい恐ろしいものか、皆さんもベトナムのダイオキシン汚染はよくご存知と思います。しかしダイオキシンよりもはるかに危険な毒性の強いものです。なんとたったティースプーンというのは小さい、だいたい1グラムぐらいですか、それぐらいでも何万人ではありません、2桁の単位を殺す、万人ですよ、さ100人じゃありません、100万人を殺す、私たちの想像力を超えた本当に恐ろしいものです。果たして人間はそのような恐ろしいものを作り出してよかったのでしょうか。プルトニウムはくしくもプルートン、皆さんもご存知、悪魔の代名詞と言ってもいいですね。まさに悪魔的物質のプルトニウムを作り出してしまったこの人間のどうしようもない罪深さ、これを原子力がある限り増やし続けるのです。私はこの一点でも、たとえ事故がなくても絶対認めるわけにはいきません。ですからこの原子力発電では、皆さんももうよくご承知と思います、働く人が必ず被爆します。このような被爆者を増やす原子力発電は絶対お断りです。みんなの声でやめさせましょう。ありがとうございました。